はい、検診ということで、本日アップデートが終わり、もうメニューがね、いろいろびっくりマークつきまくってるんですけど、やっぱり一番はこいつじゃないでしょうか。ライデン将軍ということで、ついにねガチャが始まりました。ライデン将軍の、いやガチで欲しいね。もう将軍、ライデン将軍が来るまでに宵宮やら、なんだっけ、神里だっけ、神里綾香とか、まあいろんなガチャの誘惑がありました。もう我慢して原石8000までね貯めました。8000なんで、今回50連かな、確か50連が引けると。50ですね。もう交換しよう。もう交換していいです。もう引くんで、どうせ50で引いてみせる。一応、ライデン将軍も出るんですけど、新キャラで、九条サラも出ると。あとはまあシャンリーと、スクロースが出やすいと。星5の確率がもう見ての通り 0.6 しかないんですけど、前回のカズハガチャ引いた時になんと2体も出るっていうえぐい引きをねしたんで、いや、ガチャが一番やばかった気がするけど、今回はあの動画を超えていきたい。もうライデン将軍が出まくってほしいね。ただ一番怖いのはやっぱりすり抜けで、もうあの国政とかもはや持ってるんで、まあ、国政、いや出てもいいよ、出てもいいけど、まあライデン将軍が出てほしいなというところ。よし、では運命のガチャを回していこうかなと。ただどっちで回そうかな、1回で回すか10連で回すか。まあカズハの時は10連で出たんですけど、ただまあ10連でかすった時のダメージはかなりでかいよね。一瞬だからね。とりあえず10回単発で回してみようか、小手調べで。そうしよう、1回そうしよう。じゃあとりあえず1回目、はい。まあ光らんでしょう最初はね。これが普通だから、原神のこれが一番出やすい演出だからね、この青が。今記念すべき50分の1をね踏み出した。まあ色は変わらないですよ。まあとりあえず星4が、出たとしても、まあ、キャラ九条サラが出てほしいなと。シャンリーとスクロースは確かいるんで、まあかぶって限界突破できるっていうのもまあありだけど、まあでもとりあえずねキャラいっぱい欲しいよね。これは多分何も出ないね。まあ、10回回せば紫は1個出るんで、まあ、それで九条が出てくれたらいいなっていうところ。星4の確率も、6% ぐらいしかないんで、おっ、こっから金になる姿を俺は見て、おっ出たね、普通に出た。おお、なんだろう。なんか逆にこんな序盤で出るとね、なんか、あ、出たねって感じで、いやでも普通に嬉しい。あと2回とりあえず、まあ色は変わりませんよ。いやもうぶっちゃけ序章に過ぎんからね、今このシングル10連はい終わったね。はい、とりあえず10回は終わりました。こっからです。こっから10連1回回しとくか。やっぱり来い、ライデン将軍、光れ、金に。まあ、いやもうね、自分で平常運転言うたから、これがまあ紫が何なのかっていう話。あ、シャンリー、まあいいです、まあいいです。なんだろうな、もうめちゃめちゃ最初の頃はね、星4の新キャラが出ただけですごいテンション上がってたんですけど、もうなんかね欲深くなったね。星5がね、やっぱ国政カズハと2体いると、もうなんか星4じゃ満足できない俺がいる。あと30、頼む、カズハの時のガチャマン再来してくんないかな。神が欲しいんや俺は。来い、行きます。いや左で押そう、三角ボタン。はい、意味あるか分かんねえけど、金。まあ、どうも。やばい、もうキャラ星4キャラじゃ満足できない俺。
うん、はい、武器ですね。いやー出ないね、全然全然、もう申し訳なさ程度に。まあ、確定で出る星4だから、あと20連。いやー早いね早すぎる。どうしよう、単発単うーんどうしよう。いや、もう一回10連回して、最後の10連は単発でいこう。いきます、はい、光れ、頼む。うー、金じゃない、これは。あ、武器なんだこれ、あ、なんだこれマジで。いや、まあまあまあ、まだまだまだ諦めてはダメ、まだ10連ある。お、なんだこれ。ああ、え、2個あったの。え、あ、え、そこで、そこをすり、え、なんで星4、3つもあった、全然見てなかったけど。ああ、なんだろう、いや持ってはなかったんですけど。え、ここをすり抜ける運があるなら俺にライデン将軍をくれよ。まあまあまあいいや、まあ、うん、思わぬところで収穫があったね。ほう。いや、いいんだよ、こういう、この運の使い方間違ってんの。いや、でも逆にここですり抜けたからライデンが来るんじゃないの、あと10連で。もう原石の残りの数も7っていう、まあラッキーセブンということで、まあこっからもう出るでしょう、もう。よし、あとはもう願って俺は丸ボタンを持つだけ。来いか、うん、もうね、うん、大丈夫大丈夫、あと9回ある、あと9回ある、大丈夫大丈夫大丈夫、まだまだあと8回あるから。いやー、ちょっと頼むよ頼むよマジで。うん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 金が見たいよ、金が。ほら、もう7が7が並んだ。多分俺はこれで出ると思う。うん。多分出る。多分で光もせんわ。色一つ変わらんかった。あと6回。うん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 。もう何も言うことはない。もう何も言うことはない。俺はただ丸ボタンを押すボットになる。いや、青いな。いや、もう3回よ。うんうん。まあ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 。何？あー、シャンリーね。はい。あと2回。奇跡は起きるんですよ、きっと。はい。いやいや、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。はい。いや、うん。ちょっと終わったんだけど。いや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 。いや、もう50連は回したんですけど、まあ、この分で、ちょっと、交換して、回そうかな、もう今。この分で、この石が溜まってるんで、もうやるしかないよね。もうここまで来たら俺はやるよ。うん、5個もらうとこれで。で、何個もらえる ?16 個。はい。やっちゃったね。50連で終わらせるつもりでした。でも欲しいもん、やっぱり。もう、回す。もう、50連の予定だったですけど、もう、溜まったんで。71連ですね。はい。いや、もうここまでやって出なかったらもう出ないって思うよ、俺は。まあ、だってここまでやって出なかったら、あと課金っていう手段しかないから、頼むよ、マジで。いきます。もう10連いこう。男は黙って10連ガチャ。来い、来い、来い、来い。ちょっと待って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 。あ、ちょっと待って、通知も、ちょっと待って、ちょっと待って、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 待って。待って、待って、待って。めっちゃタイミングよく通知来たけど、まあ多分消すけど、多分だけ、まあ絶対消すけど、左上は隠すけど、光ったよ。光
かったよ。頼む。あとはそれがライデン将軍かそれ以外かっていう話。いやちょっと星4のすり抜けがもう噛んだ。もうやばい回ってない。星4のすり抜けがね、なんだっけ、あいつ左右かながね、さっき出て、あ、星4もピックアップ以外出ることあんのねと心の中で思ってたんですけど、頼むからライデン将軍はそのようにはなってくれるなよと。よし、行くか。はい。おお。ちょっと待てよ。はい。おお、ちょっと待ってよ。あと7本。来い、ライデン将軍。はい。おお、オッケー。めっちゃ緊張するわ。めっちゃ緊張する。はい。おあと何本？あと5本。いやでも今武器が剣だから、あのライデン将軍も、武器は槍だけど、元素爆発がなんか剣出すらしいんで、それつながりで、来い！あ、まだか。溜めるね。はい！溜めるね！なかなか溜めるじゃない。あと2。お、え？ああ、待って、物だった、うわ、ダメだったよ、ダメだった、うわー、マジか。いやまあモナも持ってはないんですよ。うん、ぶっちゃけ通常ガチャの中で持ってるのは国勢だけでした。でもライデン将軍が良かった。俺は抜けたね、抜けた。見事抜けた。まあまあまあ。ちょっと待って。ちょっと待って。え？時が止まったよ。ちょっと待って。え？あ、え？おわび、ああ、びっくりした。終わったよね。え？え？ちょっと待って。写真撮ろう。ちょっと。やばくないこれは。え？やば、語彙力が。待って、語彙力が死んだ。ちょっと。これは。え、ちょっと、え？で、え？おるよ。ライデン将軍。は？ちょっと。待って、夢か、マジで。え？え、ま、ちょっとさ。いや、モナが出て、あ、すり抜けたねと、ね、さっき出た星4のピックアップ抜けたみたいな感じで、すり抜けたねと、そういう話をしていました。で、ね、俺も、もう出なかったから、まあ一応もう10連あるけど、もう、なんて締めようと。まあ、回したけど出ませんでしたと、噛んだね。まあ、ダメ、回ってないわ。頭も回ってないわ。口も回ってないけど、全部が回って。出たよ。出たんだけど、どうしよう。でも、原神の俺、運使い果たしたかもね。え？あ、やっぱどうしよう。マジでどうしよう。おるよね。あ、そうか。おるよね。夢じゃないよね。あ、これじゃない。あ、どこにおんの？おるね。待って、やばすぎない？ちょっとそれは。星5が、星52枚抜いて、ね。
いやー、ぬか喜びさせやがってと、もう動画の最後で切れて終わってやろうかと思いましたけど、出たね。待って、どうしよう。あと11個、11個残ってるんだけど、回す？ まあ回すか。回そうか。まあ、多分これは出ないと思うんで、さすがに。ええー、ちょっと待って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 。やばいって。 ちょっと やばいって。 それはやばいって。 ちょっと どうすればいい俺。 明日死ぬかもしれんね俺マジで。えぐすぎん？ちょっと。いや、もしかしたらまだ出るかもしんないんで、ちょっと全部見てからコメント言おう。うん。ちょっと、さっきのモナのあれがあって、ちょっと待ってね。うん、ちょっと息がちょっともう続いてないの。呼吸困難になってる。おお、星4。金の剣。やばくね？ やばいって。あと一回回しとこうか。まあまあまあ、よかったよかったよかった。まあなんか逆に安心するよ。はい。ということで、とりあえず、どうしようか。大変なことが起きたよ。このガチャ。え、マジで大変なことが起きたよ。まあちょっとロサリアには消えてもらって。いや、ちょっと待って、ここに、え、俺も星5艦隊できるやん。もはや。星5艦隊ができますよ、俺。はいはい。で、こうこうと。仕方ありませんね。お、変わった。雨降る風のやば。右側ふるさのとを。キャラが全員星5。まずはとりあえずライデン将軍ですね。いや、凛々しやっ。見切りました。あ、なんこれ。いや、もう何も言えんわ。ちょっとどうしよう。どうしよう。俺も何も言えないんだけど。さばきの雷。かっこいい。かっこいいね。座らしとこう。はい。はい。71連回して、まあ、50連まではね、もう星4の新キャラが2体出ただけで、まあ、さすがに終われねえということで、21個交換して、10連回したら、まあ、星5で光りまして、まあ、星5が、ああ、モナかよ、と。いや、モナはでもすごいんだよ。いや、おかしいんだよね。うん。原神で星5を出すこと自体がまずすごいの。もう分かってほしい。いや、もうね、原神やってる人からしたら、いや、もうそれは分かっとるよ、と。だって0.6だよ。いや、モナが出ただけでも、もうさぞすごいことなのに、もうその10連の中に、隠し玉ライデン将軍。いや、えぐいね。いや、しかもその後にもう充電して、またライデン将軍。いや、えぐいね。いや、マジで、俺、もう、上半期の運を使い果たした。上半期もう終わるわ。今年の、上半期終わったわ。上半期は終わったから、今年の運を俺は使い果たしたかもしれない。もう、原神で。もう、カズハで、上半期終わったんで、もう、下半期はライデン将軍で、多分もう終わりました。俺の原神のガチャは。皆さんのところにもね、ぜひ、ライデン将軍が、訪れることを願っています。まあ、マジで、この動画のガチャ結果は、もうまずないことだと思るんで、思うんで、もう、いや、ないだろうね。もう二度とないと思うから、もうこんなことは多分ないです。もうこれが最初で最後だと思うんで、まあ 皆さんも奇跡を信じて、ライデン将軍ガチャ回してみてください。はい、ということで、今回はここら辺でご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。すごすご、今ちょっと待って、すごかっこよすぎ。